はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、この僕の背景見てわかるかと思います。最近ではですね、もう大食いの人間がもうこぞってきております。猫ネズこと、猫娘とネズミ男さんのこのね、グム落ちにございますステーキ屋さんに訪れております。でもね、もう僕の動画ではもう何度もこのね、ステーキがもうとんでもなく美味しかったと、でハンバーグもめちゃくちゃ美味しかったとお話をしておりますが、この前ね、ちょっと SNS の方でですね、僕がちょっとブリトーを食べたいななんて、お話をしたところですね、今回特別に、6キロオーバーのとんでもないブリトーを作っていただけるということになりました。で、ちょっとね、具材の方はまあね、後ほど別途で載せておきますけれども、もうね、先ほどからいい匂いしております。今日はでも何も食べておりません。めちゃくちゃ腹減っておりますので、こちらのね、猫ネズさんの特製のブリと楽しんでいこうと思います。ありがとうございます。はい、うん、うーししありがとうございます。戦艦、はい、ですね、もうということで、本日のですね、特製ブリトーは到着いたしました。とんでもないサイズでございますね。もうめちゃくちゃうまそうな匂いしております。超デカ盛りなので、念のためね、今日もこれタイム計らせていただきながら、こちらね、ブリトーを楽しんでいただいていこうと思います。で、早速ね、こちらの特製ブリトーいただきたいと思います。はい、よし、いただきます。うーわー、これまあ、ひとまずこの一本切るんじゃなくてかぶりつきたいよね。ちょっといただきます。ほわ、うんまっうんまっ、完璧だ。食べたかったあの味だ。うん、まっ、うん、かぶりつくにも一旦こ手前のね、お皿、あ、入りきんないよこれ全然入りきんない、全然、すっごいよっ、うん、うまっ、うん、肉とチーズとで、スパイシーさとさ、もう一口にゴンって飛び込んでくんのよ。またハラペーニョがいいですねちょっと酸味と辛味とね、オリーブか、うんまっ今回ね、猫ネズさん、僕の動画ではね、3回目ですけど、なんか都度初めましての感動がうめえ、うん、うん、今食ってるのは多分一部チリコンカンとか入ってるのかな。この豆のさ、食感とかたまらんうまいよ。うん、梅さん、の今日の動画は上品さとかないです。もう豪快にいかせてください。これはね、かぶりつかないともったいない。うーん、やばい、ほかにちょっと手離すとブリトーってね、あのアメリカの方とかではね、ファストフードとしてよく食べられますけど、このサイズはね、本場行ってもないよとんでもないよね。1個で3キロ近くあるんだもんね。ちょっとこの辺りで、ちょっとハラペーニョ追加しつつで。うまい。一旦この辺りで味変として、これサファークリームかな。このライムも絞って一回さっぱりしてみようか。ラ
イムにこのクリームかな。うわあ。味変アイテムの数々でさ、アメリカンからメキシカンまで振り幅が広い。ちょっとこれいっちゃうか。これ何なんだろう。あ、香りいいな。うわ、うん、辛い、うん、ま、自家製のソースっていうんですかね、これめちゃくちゃうまいですね。でも想像の倍ぐらいは辛いですね。ずっとさ、猫ネズさん来るたびにいただく料理が毎回1位になっていく。全部うますぎるんだけど。ちょっとポテトもいきますか。うまっ。ただいまちょうど開始して10分ぐらい経ちますが、ちょうどですね1本目のブリトーを完食いたしました。で、これ卓上の方にもですね、今回のこのブリトー用にいろいろと味変のソースをいただいてますんで、こちら2本目の方はこのソースを使いながら味変してちょっと楽しんでいきましょうか。ただこれ2本目もね、味違うらしいからちょっとかぶりついてみるか。一旦ね、一旦よ。うわ、コップもうまい。さっきのはもう本当にザ・ブリトーみたいな感じだったんだけど、こっちはね、このひき肉ベースのさ、こうちょっと濃いめの味付けのお肉がたくさん入ってる感じで、パンチ力がやばいわ。これうまっ。うん、またこっちは味付け濃いめだから、多分この酸味のあるソースとか味変系のソースに多分合うと思うわ。一旦ね、このライムだけ味変で絞って、サワークリーム的なやつもちょっと試してみようか。うん、さっきのやつももちろん相性良かったけど、こっちは結構味付け濃いめだからさ、ライムのこの酸味がめちゃくちゃ合うわ。そしたらこの辺りで一旦卓上ソース使いますか。ちょっとこれ大好きなのありますわ、このハバネロソースね。これ知ってるかな。これがね、うまくて、ハバネロとうちわサボテン合わせたハバネロソースなんだけど、うまいのよこれ。うまいな。で、こっちもかじってくとお米がかなり入ってて、これもこれでまたザ・ブリトーって感じの具材になってきたね。そしたらこの辺りで結構ね、辛みが来てますんで、これスイートチリソースかおかげでちょっと甘みをね、これ絶対うまいもんな。スイートチリの甘みとこのライムの酸味がめちゃくちゃ合うな。さっきのソーセージが入ってたんで、こう一本ね、形結構整ってたというか、こうまとまってたんだけど、今回ね、お肉とかお米が多いからちょっとね、こっちはね、かぶりつけないかも。それ以降はボロボロしちゃいそうなんで、ちょっと切らせていただきますね。もうね、今の段階で残りこんだけだから、多分ブリトー自体をね、4キロぐらい食べてますけど、まだね、食べ方の正解は見つかってない。ちょっと、こんなでっかいお肉もないと、ほぼもうステーキよ、ステーキ。うまっ。頭うまいっすね、これ。ブリブリ、柔らかっ。あ、うまっ。ずっとうまい。もちろんデカ盛りとかチャレンジメニューってさ、こう最初から最後まで
ラーメンとかのように、まあ、同じようなものをね、食べていくっていうのも、すごくこの攻略をするっていう部分で楽しかったりするんだけど、今回ね、この作っていただいた猫ネズさんのブリトーは、どっちもね、味違うし、もちろんこの一本の中でも最初と最後でね、具材がちょっとずつ変わってきてるので、ずっと飽きないこの流れが、最高に今食べてて、幸せ。で、こういう工夫をね、してくださるのも本当ありがたいよね。で、もう終わっちゃうな。やっぱりこう楽しいっていう部分もあるし、ソースとかね、こう煮込まれた具材も多いから、6キロなんだけど、意外とね、6キロ食べたって感じないぐらいね。だってこれお水もまだ今日1滴も飲んでないしね。前回のステーキとかもそうだけど、やっぱりこのお肉系って、こうどうしてもさ、飲み込みにくかったりするから、大食いをするとお水飲みがちなんだけど、猫ネズさんのメニュー食べるときは全然水飲まないのよ。やっぱすごいよな。この米ゾーン好きだな。皮と米と具材と、ほんとザ・ブリトーって感じの部分で。めっちゃ好き。もう半分しかないです。やっぱ煮込んである具材とかも多いから、こう、最初想定したよりも、なんかスッと入っちゃって、なんか気づいたら今ない、みたいな。うわぁ、終わっちゃうな、今日も。いや、ほんとステーキの時もハンバーグもそうなんだけど、この終わるって気づいた瞬間の、この猫ネズさんの悲しさね。やっぱ美味しいものはね、いつまでも食ってたいわ。でもなんだかんだもう20分以上経ってんだね。まあ、あとはいろいろと味変のこのソースもいただいてるけど、もう残り半分なんでね、ここら辺の、もともとついてる味変とかを使っていかないとちょっと使い切れなそうだから、この最後はね、ここら辺をメインに味変していきます。これなんだろう。青唐辛子。普通の青と、かうえプリッキーニとか、あれかと思うぐらい今辛かった。ああ、たまにこんな辛いんだ。うん。ビールがあればね。ビールがあったらいいんですけどね。その辛さとブリトーと。アルコールとは一番いいんだけどな。自分これあれですね、一口目が大当たりだっただけで、その後はそんな辛くないですね。大丈夫ですか？一口目の先っぽがえぐいぐらい辛かっただけでした。で、これ最後のブリトーはちょっとしっかりこれライム絞って、でもこうね、ハバネラも完食してますんで、こういった感じ最後ですね。うまい。ごちそうさまでした。ということで、本日ですね、一応完食の時間をすげえ37分37秒ということで、無事ですね、この6キロオーバーのブリトーセット完食させていただきました。改めてごちそうさまでしたということで、本日はですね、こちら猫ネズさんで、この特製のね、超特大ブリトーをいただいてまいりました。なんだろうな、食べててわかる、この美味しく食べてほしいというか、そのね、思いが伝わるような、もう本当に最初から最後までどんどんね、こう味が変わってって、飽きずに最後まで楽しめる最高に美味しいブリトーでございました。で、もちろんですね、今回は特別メニューとなりますので、通常販売はしておりませんが、このようなこの一品もですね、美味しいもの多数販売しておりまして、ぜひですね、このステーキやハンバーグだけではなく、いろんなね、一品とともに皆様もご飯やお酒をたしなんで、このね、猫ネズさん最大限に、楽しんでお食事してみてください。ハバネロの、辛味がね、口の中に残っておりますので、若干噛みがちではございますが、本日はこの辺りで締めさせていただきたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらはですね、合わせて概要欄からチェックしてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで、本日ですね、3回目の猫ネズさんの撮影、いかがでしたか？
いや、とんでもないでしょう。事前にね、もちろん食材とか量っていうのはお話をさせていただいておりまして、今回事前連絡では、ブリトーをね、5キロぐらいで作っていただけないですかと相談させてもらったんですけど、実際にですね、お店行ったところ、やっぱこう、具材がね、すごく豊富なので、6キロを超えてしまったと、お話しいただきまして、今の僕であれば、一応その、汁なし、一応固形物みたいな形の、食材6キロ超えてても食べれるかなと思ってはいたんですが、ただやっぱり実物がね、目の前に来ると、驚くね。もう、マジかっていうデカさでした。でも、こう改めてですね、このステーキ、ハンバーグで今回ブリトーと猫ネズさんで料理をいただいて、改めてですね、このオーナーさんの料理の好きな、この愛情をね、すごく感じる回でございました。やっぱりね、こう食べててもお客さんが最初から最後まで楽しんでもらったりとか、飽きないようにっていう、そういったね、工夫がすごく施されていて、やっぱ最高のデカ盛りでございますね。で、今後もですね、まだまだ3回目ですので、猫ネズさんの料理ね、味わっていきたいなと思っておりますし、すでに8月の半ばではございますが、次はね、タコスをお願いしております。とんでもタコス、まだちょっと詳細は決まってないんですけれども、がっつりと食べてこようと思っておりますので、ぜひですね、皆様も気になりましたら、この猫ネズさんで美味しい料理たくさんございますので、食べてみてください。そしたら本日の雑談コーナーこのあたりで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。